今日もですね、エクストリームランディングズというゲームをしたいと思います。使用する機材は、ボーイング777-200、777で親しまれている機体です。今日はですね、中部国際空港を離陸して、関西国際空港までフライトをしたいと思います。早速、エンジンを起動したいと思います。フラップを下げます。関西空港まではだいたい140から160キロのフライトの距離になりますね。離陸します。大体81.3っていうのは1海里で表してまして、1海里は大体1800メートルとなっているので、大体140から160キロのフライトの距離になります。ギアを上げます。フラップを上げます。今からちょっと自動操縦でやっていきたいと思います。これ、左上にですね、10時29分となっておりますが、これはイギリス時間となっておりますので、このセントレアは18時29分の時刻になっています、このゲームでは。展開したいと思います。だいたい名古屋ゴルフ場のあたりで旋回してますね。
関西空港まではですね、あと10分ぐらいですかね。で、到着すると思います。それから、また着陸態勢に入って、着陸したいと思っております。ちょっと関西空港まで時間があるので、私は普段何をやっているかお話ししたいと思います。私はですね、10年前からデイトレードをしておりまして、主に株式投資をやっております。初めてやったのが中学1年生の12歳の時でして、その時はですね、マネーゲームと呼ばれる、とても、そう、ギャンブル性の高い銘柄に出資していました。一株4円とかで購入できるような、いつ、そうですね、上場廃止なるかわかんないような銘柄に投資して、短期で利益を上げていました。今、現在、12月1日、2017年12月1日のお話になりますが、今日ですね、すごく注目している株がありまして、それはグミというゲームの、銘柄でして、証券番号は3903の、株式で、これは東証一部に上場しているんですね。この会社はですね、ソーシャルゲーム、スマホゲームアプリへのシフトをしておりまして、他社のゲームの海外配信、台湾や香港、オセアニアなどに、ゲームを配信しております。スマホゲーム、知ってる人いるかな？私はやったことはないんですけど、ブレフロというのが以前あったんです。それは低調だった。あんまり人気がなかったんですが、FSBE や、タガタメというのがとても人気でカバーしているそうです。そして広告費や開発費の増加をこなして営業利益が増益してるんですね。そして私は12月7日、これ決算があるので、それに向けて、買い増しをしまして、今1200株保有しているんですね。また、写真で掲載するんですが、今日はですね、ちょっと値下がりしてるんですね。昨日に比べ。しかし、まだ含み益となっておりまして、今後あと1週間で大幅に株価が上がると私は思っております。1200株っていうのは大体130万円分ですね。130万円分の株を購入しました。ここは配当金が出ないので、もう株の値動きだけで利益を上げる銘柄と私は思っております。今後はおそらくまた配当金が多分出ると思うんですけど、しばらくは、出ないと思うので、デイトレ、もしくはスイング、1週間か3日ぐらいのスパンで売買していきたいと私は思っておりますね。ちなみに、昨日は私900株しか保有していなかったんですが、今日ちょっと値下がりしたので、300株追加で購入して、1200株になりました。現物と信用で2つ分けて持っておりまして、現物は200株、信用は900株持っております。信用っていうのが分かんない人は、また自分でホームページで調べて
欲しいと思っております。今回に限っては。またおいおい、ネットにあげるかもしれませんので、信用取引とかで。また、アップしたときは見ていただきたいと思っております。あとですね、あと、空売りっていうのもやっておりまして、売りから入るんですね。例えば、一株2000円で買って、一株1000円で売る。そしたら、値下がりしたように思うんですが、先に売っといて、下がったら買い戻す。っていうことができまして、株取引は。で2000円で売っといて、1000円で買い戻す。そしたら1000円の利益が下がられるっていう人なので、1000円の利益が出るっていうことができるんですね。それで最近、空売りしたのは、ANA や、トヨタ、あと HIS ですね。それはもうデイトレという形を、その日のうちに決済する。っていうことを私はやっておりますね。それで大体2から3万円ほど。まあ資金が少ないので、それぐらいの利益しか出ないんですけど、まあ。その日のうちに利益を確定するってことは、その持ち越しがないってわけですね。そうすると、利益は少ないんですけど、損失を抑えるっていうのもありますし、利益を確定できるっていうのがあります。ちょっとすいませんね、鼻声で。ちょっと今、夜景を、サンセットですね。サンセットを見せたいと思います。今日はですね、天候はあえて、悪くせず、まあ、快晴でやっております。だいたいもう、7分の4ぐらいは、フライトしましたね。だいたい今7上空ですね。7から、大阪に、の県境あたりを飛行しています。もう、奈良市上空あたりですね、おそらく。はい。奈良市行って、大阪市。大阪市あたりで、航路を、ですね、左寄りに変え、関西国際空港に着陸したいと思っております。失礼しました。今日はですね、着陸の方向としましては、24L で行きたいと思っております。いや、24R で行きます。24R で行きたいと思いますね。
一度関西空港の真横を通って、またそこから旋回して戻りたいと思います。ちょっと関西空港の、前景も見せたいですから、今からですね、ちょっと高度を下げたいと思います。また喋りすぎてしまいましたので、ちょっと急降下をしたいと思いますね。あ、関西空港が見えてきましたね。これはもう自動操縦できます。関西空港が見えてきました。ちょっとですね、操縦席の様子を見せたいと思います。これが操縦席ですね。見えますね。すみません。手前側の滑走路に着陸したいと思います。24Lで行きます。だいたい4000メーターぐらいの滑走路ですね。フライト中にですね、日が沈むと思ったんですが、まだ完全には沈んでませんね。すいません。ギアもフラップも下げます。
今日はですね、操縦席の、操縦席から、映像を、着陸映像を送りたいと思います。以前は機雷からの撮影で着陸したんですけど、こっちの方が、そうですね、実際に操縦しているっていうイメージがわかると思うので、これからは、そうですね、この、操縦席から着陸する映像をお届けします。今日は無風ですので、前みたいに着陸は失敗しないと思います。前はあえて悪天候にしたので、着陸に失敗してしまったんですけど、今回はもうバッチシです。ちょっとずれちゃいました。ちょっと高度が高いですね。スピードも速い。着陸に失敗しました。ちょっとですね、高度が高すぎました。ちなみに、さっき言った株の話なんですが、3903のグル、東証一部の、さっき言いましたね。今、だいたいですね、1057円なんですね、一株。それで、理想としては、12月7日。12月の7日に、だいたい1200円あたりまで上昇するのでは、と私は思っております。12月、7日の日にですね、決算が発表されるので、その決算を持ち越すか、もう決算前にほとんど売却するか、それによってやっぱり大きく人生は変わってくると思うので、もし決算が悪かった場合、大損を食らってしまうので、もうそうですね、1000株ぐらいはもう決算前に売却しようと思っておりますね。はい。すいませんね、説明が下手で。今度は 6R でちょっと着陸させたいと思います。ちょっと気分転換で、今度はこの映像のまま着陸させたいと思います。こんな晴天で着陸に失敗するなんて、ちょっと恥ずかしいですね。
そのアップする写真なんですが、さっき言った株の。3時に引けるので、株が。その3時に引けた時の、株価を掲載したいと思います。その実際に私は何株持ってて、どれだけの利益が出てるのか、今の時点で。それもアップするので、見てくださいね。あ、でも、このフライトの中間の辺に見せるので、ちょっと話が前後してしまいますね。この、今喋ってる前の映像の話になっちゃいますね。実際にその、アップするときは。すいません。またじゃあ、この、着陸する、今見せたいと思います。左上の方に出ると思うので、ちょっとお待ちくださいね。そうです、その、今のこの、引けの映像はまた後で載せるんですが、今はこの状況で終わっています。今、金曜日の、金曜日なので。ですね。もうちょっと話の流れを勉強した方がいいかもしれないですね。ちょっとまだ慣れないのですいませんね。無事着陸しました。これでセントレアから関西国際空港までのフライトを終えたいと思います。はい、ではまた。